さあ今日は清水エスパルス対いわき FC の試合になります。現在の順位としては9位の清水エスパルスと20位のいわき FC の対戦です。本日はおしゃべり彼女は友人の結婚式で不在になってます。代わりにはるちゃんが横にいます。あとポンズがどこかに走っています。さあスタメンはこんな感じですね。まあかなり期待のもう前半からエンジン全開のスタメンって言ってもいいんじゃないでしょうか。楽しみです。お、今日はディープシーブルーのユニフォーム、ゴンダがオレンジのユニフォームを着てるって感じですね。さあ早速前半キックオフしました。もう早っ。しかも乾やった。しゃーポン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 って感じ。いや素晴らしい。1対0。さあ今回はオレンジ色のポンジュースを飲んでます。体内からエスパルスを応援します。これ乾と権田の YouTube で 3-0 になったらなって PK をもし獲得したら権田が蹴るっていう約束をしてたので、これ3-0になって PK ぜひ取って権田の PK ゴール見たいですね。さあポンズもやってきました。いやいいシーンが多いですね。いいっすね。右サイドからかなりいい攻撃が続いてます。しゃあ2点目。乾のアシストすごい上手いな。やったしゃあイエーイ。ポンズ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 入ったよ。ポンズ入ったよ。やばい乾が上手すぎる。はいエスパルス。はいしらうわマジか。サンタナのヘディングマジか。きたー3点目やったねやったね。え嫌なの嫌なの。握手はしたくないらしい。エスパルスエスパルスオレ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 FC 終了です。いや素晴らしい前半です。完全に清水がゲームを支配してる。いやあと何点生まれるかっていうのを期待したいと思います。後半へ続く。さあ後半スタートです。きたー三林のゴール。すごいさすがバコステ大好き林。やったねポンズ。起こしちゃったごめんね。入ったカルリが決めた。しゃーさすがカルリうまいシュート。いやーこの乾よく見てるな。ここすごいな。岸本と西澤と高橋選手入ります。西澤がボランチらしいですね。お中山のハットトリック。やったーやったね。喜んでるね喜んでるね。おーゴール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 
ゴールゴールゴール、乾とジサロの交代です。いやー今日素晴らしかった。乾何点絡んだよってぐらいすごかったわ。よーっしゃー、サンタナサンタナだ、やっと。いや危ない本当、こんなナイスセーブ。ちょっとなんか足が動いてないのと変なミスが増えてる。サンタナ2点目、クラブの最多得点に並んだみたいですね。よっしゃ、あとはクリーンシートで終わりたい。下本といわきの選手が頭同士の接触で大丈夫か。マジかよ、ほらクリーンシートが、ちょっとショックだわ。いや PK 来た、サンタナかな、はたまたゴンダかな。サンタナか、よし、ハットトリック3点目、イエイ。同時に試合終了です。9対1、相手の1点はいらなかったけど、ここから連勝できるといいですね。カブトかぶってる、かわいい。ということで9対1で清水エスパルスの勝利です。イエーイ。あれあれあれ、帰ってきた、帰ってきました。今からもう一回見ます。まだ彼女がフルで見れてないので、今からもう一回見ます。はい、まあ結果は知ってるということで、9対1でエスパルスの大量得点勝利でした。ちょっと一回勝っただけで全然上がんないから、もう1回2回3回と勝たないとだね。うん、次藤枝戦、静岡ダービー、負けられません。現地応援します、現地応援します。また勝ちの興奮を味わいたいです、味わいたいです。今日は雨の中、こんな雨の中現地応援の方、お疲れ様でした、お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。ではまた動画見てください。じゃあね。じゃあね。